にちは。今日は土曜日です。今日はね、午前中ちょっとね、皮膚科に行ってきました。どうして皮膚科に行ったかっていうと、なんかね、最近足の指と指の間になんかね、皮がね、むけてきて、私何年か前にね、一度じゃない、二度ぐらい水虫にかかったことがあるんですよ。ほんとね、自分にはね、水虫なんて関係ないものだってずっと思ってたんだけど、そう、もともとはね、大学に行ってる時に38歳から42歳まで大学に行ってる時にね、かかったんだけど、初めてかかったんですよ。なんか大学の中の建物で裸足で結構歩いたりしてて、その時にね、なんか痒いなと思って、まさか水虫にかかるなんて思ってなかったから気にしてなかったんだけど、なんかどんどんね、足がの痒みとか皮がむけるのがねひどくなってきて、そう、それで病院行ったら、残念ながら水虫ですって初めてその時言われてかかったんだよね。そう、え、まさかって思って結構ね、ショックだったんですよ。そんななんかすごい汚くしてたりかかるって思ってたんだけど、そうじゃなくて自分もかかってしまったとか思って、なんか水虫ってそんな悪いイメージしかないじゃないですかそう、それでそれがね、半年ぐらいかけてね、やっと治ったと思ったら、数年してそれから夏になるとこう出てきたりっていうことが1回2回ぐらいあったかな、今まで。そう、それで去年は大丈夫だったんだよね。で、今年なんかまさかまた出るかなっていうのは思ってたんだけど、またなんか足の皮がむけてきて、またって思って、もうほんとね、水虫ってなかなかこう完治が難しいみたいで、もう本当にね、治ったように見えても、それでもクリーム、薬を塗り続けるっていうのがすごい必要って言われたんですよ。そうだけど、治ったかと思ったらまた出てくることもあるからって言われて、そう、それでね、今日はなんか心配だったんで行ってきました。そしたらなんか先生は、今は皮は剥けてるけど、水虫の菌は発見されませんでしたって言って、だけどその水虫に一番よく効く薬を出すので、それを塗ってもし治ったら、もしかすると菌が少しいたのかもしれないねということで、薬をもらってきました。処方してもらいました。もう本当、この水虫って一回かかると本当に厄介なので、皆さんも気をつけてくださいなんかね、やっぱね、会社に行くときにこうやっぱり蒸れるような靴、今はね、もう私スニーカーで行き帰りは通っていて、靴下も履くようにしてるんですよ。で、会社に行ったらサンダルとかに履き替えるようにして、サンダルとか、あとは会社用の靴を置いといて、それで履き替えるようにして、もう本当に丸一日ずっと靴を履きっぱなしっていうことをしないようにね、もうずっとしてます。去年はね、休職してずっと家にいたから、夏はもういつも裸足でいたから、まあそういうこともあって去年はね、出てこなかったんだよね、多分。そう、もうほんとね、水虫ってしつこいんで気をつけてください。そう、それで皮膚科に行ったら、今日ね、このビタミン C のローションが売っていて、これで2200円だったんだけど、そう、ちょっとね、買ってみました。なんか市販のそういうビタミン C の薬だと、もう本当に何十分の1とか、すっごい薄くて効き目がね、あまりないらしいんですよ。だけどこれはもうすごい肌から吸収して、市販の薬よりも全然もっと濃いもので、なんかね、シミとかね、くすみとかにね、よく効く、本当にこれは効きますよ、先生がねおすすめしてたんで、ちょっとね、一か八かね買ってみました。まあ、いろんな腕とか顔とかちょっと使ってみようかなって思います。またよかったら皆さんにもお知らせします安いよね、2200円、安いかな、高いかな、わかんないけど、でもね、2200円だったら、まあ自分が、
外とこう気軽に買える金額かなと思ってね、ちょっとお試しで1本使ってみることにしました。はい、はい、それで話は変わるんだけど、昨日金曜日、昨日はねちょっとね女子と今海外から来てる、まあ、上司というか同じそのファイナンスの人と3人でご飯を食べに行ったんだけど、ちょっとしたねプチ送別会をやっていただきましたなんか私もねこんななんか変なやめ方というか、まあ、別にそんなこういがみ合ってっていう感じではないんだけど、だけどなんかさそんな送別会なんかやってもらえるような立場じゃないなって思ってたんで、別にそういうの恥ずかしいしね、なくても全然いいって思ってたんで、そうちょっとびっくりしたんですけど、まああとはねその海外から来てる人も多分今回も多分というかもう今回がね私と会うのは最後なんで、あと、こう出張だったりビジターが来る予定があったりでなかなかねちょっと時間が取れないからって言って急遽ね昨日金曜日の夜食事に行きましたまあ嬉しかったけど、なんかねその食事の時にね上司に言われたんですよ。なんで僕そんなにプレッシャー与えたかな、やっぱりどうしても合わないってストレートに聞かれてどうしようって思ったんだけど、言ってしまおうかなって思ったんですよ。私言ってしまうっていうか聞いてみようかなって、私のどこがそのやる気がないように見えたのかっていうのを聞いてみようかなって一瞬思ったんだけど、いやちょっとなんかいろいろそういうことってもう口に出すと後でなんかこう後悔するようなことになると嫌だなと思ったんで、昨日はねとりあえずもう何も聞かなくて、いやいやなんかもう私にはもう自信がないですよみたいな、本当に仕事をもうね私はちょっと仕事の内容とか量からして無理かなっていう風に感じていましたっていうことはお話ししたんだけど、まあそれ以外のことはね話しませんでした。それでどんなところに行ったかっていうと、昨日はね焼肉行ったんですよ。焼肉行くとか言ってで焼肉もその上司が前によく行ってた、まあこう高級というか松坂牛のお店なんですけど、七輪で焼く、まあ、七輪だからってなんかその辺のストリートフードみたいな感じじゃなくて、ちゃんとしたお店で食べたんだよね。そう、それでね私もやっぱこう貧乏くさいものしか食べてないからか年齢のせいか、まあ、年齢のせいって言ってもね30代ぐらいもそうだったんだけど、ね松坂牛とかもめちゃくちゃいい霜降りのお肉はやっぱね胃に応えるよねあんまりたくさん食べれない、まああんまりたくさん食べるもんじゃないと思うんですけど、まあ、本当にこうステーキみたいな感じで、でもこのぐらいの大きさに切ってあったんですよ。それをねもう2切れぐらい食べて、いやもうちょうどよかったね2切れぐらいで、このぐらいの本当に私はね 50g もうないぐらいでちょうどいいかな、霜降りのお肉は。もう3枚目食べたところからだんだんちょっと重いなって感じがしてきて、で結局最後ね5枚ぐらい食べたかな。でもねもう1枚あったんだけど、さすがにもう食べれなくてやだね貧乏は、貧乏症はそういうね美味しいねお肉が食べれない。確かにねすごい美味しくて、こう口に入れたら、結構焼いたんだけど口に入れたらもうトロトロに溶けて噛まなくても飲み込めるぐらいの本当に美味しいお肉だったんだけど、でしかもそれ塩コショウしてあって、でわさびで食べるっていう風に食べたんですよ、タレじゃなくて。もうめちゃくちゃ美味しくて、だけどやっぱりね3枚4枚ぐらいが限度かなもう帰りはねもう胃に来ちゃって、電車の中ではーってもう結構もうもたれながら帰ってきました。で帰ってきてね、いきなりもう胃薬飲んでお水飲んでって感じで、まあでもねそういういいところを知っている上司で、いつもね面白いお店とか美味しいお店に連れてってもらうことがありました、今までも。はい、そんな感じで、まあねいろいろあったけど、まあ最後はこう気持
ちよく終われればいいかなって思います。本当ね、なんかあんまりよくしてもらうと私もなんか申し訳なく思っちゃうし、まあ、あんまりこうやめることに対して後悔っていうのはなくて、もうやめたんだからこうこの際できることを思い切りやろうっていう気持ちの方が大きいかな。全然まあ気持ちの方が多いかなっていうよりは、うん、後悔してるとか、うん、こんなによくしてくれるんだからやっぱりもう一回頑張ってみようかなとか、なんかねそういう気持ちはないもう無理だから本当に。そう、もう一回ね、一年以上休職もしたし、まあ、まあ、とりあえず一回は復帰してやってみた結果ダメだったんで、もういいかなって感じです。でもう本当ね、自分の弱いところとかもよく分かったし、あとはね、自分がこうこれからどうやって生きていきたいかっていうのも分かったから。特にね、そう戻りたいとかやめなきゃよかったとかそういうのはね後悔してない。ただね、まあ、会社に、まあ、ある程度いろんなこと我慢っていうか、こう自分の時間をこう犠牲って言ったらいいのか分かんないけど、自分の時間を使ってそう会社のためにこう働いていれば毎月同じ金額は給料はもらえるし、まあ、ラッキーなことにボーナスもね1年に3回ぐらいは出るので、まあ言ってればそういうのがもらえるっていうことはね、もうこれから先ないので、まあ、そのあたりはね、本当は会社員ってやっぱいいよなって思うんだよね。そう、まあでもね、これからまだ50半ばでこれからどんだけ生きるかわかんないんだけど、もうちょっと好きなこととかこの際やってみようかななんてことの方がたくさん思っていますはい、そんなわけで今日は午前中皮膚科に行ってきて、これね、ビタミン C を買ってきたのでこれちょっとね試してみます。はい、今日はねこれからZoom で編み物の日なのでやるんですけど、今日はね誰もいない私ともう一人夏美さんっていう一緒に主催している方2人でね、黙々と今日はねお話しながら編み物をします。そう、なんかやっぱね忙しかったり、まあ私も集客っていうのがなかなかこう苦手だったりして、なかなか最近ねこう人を集めるのが大変ですねもしよかったら皆さんも参加してください。であとはね、Zoom でせっかく Zoom こう有料のプランに入っているので、なんかもっとねたくさん別にその有料とかじゃなくてもいろいろ使えたらいいかななんて思ってます。まあ、悩み相談とかもいいかなって思うんだよね。だけどね、私に悩みとか相談解決できるかなって思ったら、それはちょっと分かんない。話聞くだけは聞きますけどみたいな感じだったらできるかなとかいろいろ考えていて、まあね、これから時間ができるのでちょっとそのZoomを使ってもいろいろ活動できたらいいかなって思っています。はい、では今日はこれで終わりにします。すごい天気がいいので皆さんも良い週末をお過ごしください。さようなら。